すごい海綺麗。ね、綺麗ですね。ボホール編が始まります。セブ島の隣の島なのに全然違うとってもユニークな島。怖いです。怖かわいいお猿さんに、あれちょっと、チョコレートヒル、そしてトロピカルサンセット。東京国際空港。海外ツアーなのに今回はいつもの成田ではなく羽田空港から始まります。はい、アラちゃんです。今 10時半の羽田空港にいます。これから深夜1時30分の飛行機に乗ってフィリピンのマニラ空港へ向かいます。久しぶり俺9時半から来てた。マジで早すぎじゃない。バス？バス。あ、そっか。徹夜で移動するため危険なので初日の今回はダイビングはせずランドツアーをします。飛行機は運よく新型の機材に当たりました。なんかちょっと広いね。嬉しい。広くて綺麗で画面もついてるこれは 楽です。随分楽です。機内食っていつもお米がなって思うのは僕だけでしょうか。マニラ空港に到着しました。乗り継ぎのため国内線のターミナルに向かいます。はい、今フィリピンのマニラニノイアキノ空港に到着しました。ここでトランジットです。今5時半です。現地時間の5時半です。で、次の飛行機便が、8時40分なので3時間ほど待ちます。フィリピンは今外はものすごく暑いです。42度あるんだそうです。けど空港の中は冷房が効いてて長袖じゃないと寒いぐらいです。実際の目的地はボホール島の脇にくっついているパングラオ島です。この島が一大観光地となっているのです。やっぱ蒸し暑い、ここは。涼しくないかな。まあ、外よりは涼しいんだろうけど、割と蒸し暑い。めっちゃ暑いだろうな。はい、私はガイドメルシーですね。メルシー、はい、どうもよろしくお願いいたします。車窓から見える街並みもなんとなくセブ島よりゆったりした感じがします。ボホール州で一番の観光名所アロナビーチに到着しました。暑い、これ暑いわ。ホテルに裏から入っていきます。お、プールもありますね。表はビーチに面しているのです。わお、めちゃめちゃ近い。部屋は使いやすいところのようです。しかし3人部屋なのにエキストラベッドは入っていないし、ベッドもダブルベッド仕様になっています。こういうところは相変わらずのフィリピンですね。シャワーもトイレ、トイレはミニシャワー付き。お、ドライヤーもある。
はい、ランドツアーモードのアラちゃんです。博士っぽいって言われました。これから僕は博士って呼んでください。なんかこういうの見たことありますね。すごいすごい、もうフィリピンって感じ。入りたいすごい海綺麗ね、綺麗ですね。まずは腹ごしらえ。左からサラダ、パンチット、これ酢豚ですね。それから、ピラフ、チャーハンです。パンチットはあっちの方が美味しいね。ビーフンの方が美味しい。ビーフンと混ざってるやつあったよね、うん、パイナップルの味するこのチャーハン、うん、すごい不思議な味。なんかフルーティー、サフランとパイナップルってなんか不思議なね、うん、だからチャーハンじゃないよね、まあ、ピラフなのか。俺このピラフはいかんな、ダメだな。なんかちょっとピラフは俺にはパサパサしてる。ソースをちょっとかけると変な味になる。ちょっとでも酢豚とパイナップルは合うから。そういうこと言うやつはピザにもパイナップルが合うとか言うんだろう。ポテトサラダにリンゴは？それは結構許せるかな。さあ本場のマンゴージュースです。パイナップル来ないね。あんまり冷たくないし、味薄いね、これ。なんで2人はそんなついてんのに、俺ない言えてる。やられたよ。違う、さっきね、ここに落ちたんだから。女性差別。もう落ちてたの、見たの。新しいのを持ってきてはくれないわけです。拾ってます。なんかそう、リアルな感じで、なんか期待したほどではない。期待したほど甘くもないし、期待したほど美味しくもないし、期待したより味が薄いんだけど、まあ、とってもリアルな。それではランドツアーに出発。小さなメガネザルを見に行きます。メガネザルですね。それで1時間過ぎるくらい。でメガネザルは英語で言うとタルシャ。タルシャ、そう英語で言うと。今見るところが、そのメガネザルが木の上に見られます。ボホール島の南西部、ホテルから車で1時間20分ほどのところにメガネザル保護区があります。あ、何かいますね。門番でしょうか。怖いです。みんな見てるね。メガネザルの横にはスタッフがいて、カメラを渡すと代わりに撮ってくれます。夜行性なのでお眠ですね。保護区の入り口でヤシの実を売っています。
あまり美味しいものではないんですよね。スプーン付き、そうそうそう、これ食べれる。いや、なんか気持ち悪いな。じゃあ、アラちゃんも挑戦。シーは甘くない。ヤシの木、うん、中は美味しいね、ゼラチンみたいなね。ボホール島の中央部でしょうかね、サルのところから、10分ほど走ったところです。綺麗はグワッパー、いい男はグワッポー、グワッポー、グワポ、グワポ、グワパ、グワパ、そう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 。それはフィリピン語、セブ島でも言葉同じ。チョコレートヒルズはボホール島のほぼ中央にあります。はい、チョコレートヒルに来ました。これがチョコレートヒルです。丘の一つが展望台になっているのですが、やっぱり登らなきゃダメですかね。あ、怖い。消えた。ごめん。どっか転がっちゃった？いや、これ暑いよ。歩幅が合わなくてね、怖いね、これ。あ、そうそうそう、手振り行きました。やった、頂上です。周りにはかなり広い地域にわたって小さな丘が並んでいます。その数は1300程度とも1800近くとも言われているようです。寒気には丘を覆っている草が枯れ茶色くなるので、チョコレートヒルズの名がつきました。卵見ていっぱいだが、いやいや、近く行ったらそう見えないよ。ここと同じように見える。こちらはこの展望台。ふもとの土産物屋に入ってみました。バナナチップは人気があります。なんとドリアンアイスを発見。しかし恐ろしすぎて買うことができませんでした。ボホール島は一面田んぼだらけなのですが、ジャングルに隠されてあまりよく見えません。ここはバクライオン教会。1595年に建てられたボホールで最も古い教会の一つです。教会の向かいはバーベキュー広場。フィリピン人はバーベキューが大好き。ものすごく安くて美味しいのだそうですが、外国人は大抵お腹を壊すらしいので注意が必要です。ボホール島とパングラオ島は2つの橋で結ばれていますが、そのうちの一つ、ボージャ橋の上で落日となりました。フィリピンのレストランはこうして海産物を店の前に並べます。これは珍しい気泡棒の一種で、多分沖気泡棒だと思います。水深200メートル以上の水底に住む魚で、日本でも稀に取れるようです。味などはネットにもレビューが全然ありませんが、フィリピンでは割と取れるようで、あちこちの店に置いてありました。でも食べる人はいないみたいで、鮮度が怪しかったので僕らも食べるのはやめておきました。の
これがフィリピン風シチュー、ビーフシチューでございます。なんでしょうね、普通にシチューですね。シチューを食べてみます。これは中はね、辛くないです。すごい、ハラピニオン、ハラピニオンに肉は美味しいけど硬くて歯に挟まる感じです。でソースはハラピニオン風味の、もっとポテト取ってよ。美味しいですよこれ。そう、これ何、普通のステーキ、リブアイ、リブアイステーキ、いいね、これうまそうだね。レストランモールのようなところがあって、夕飯はほぼ毎日ここで済ませました。その一角にレモネードの屋台を発見。甘さを3段階から選べます。1日の締めはコンビニというのは現代っ子といったところでしょうか。世界的に有名な1日100人までしか入れないバリカサグ島というポイントです。バラクーダの群れ、運河のようにいる魚、これは珍しい、カメの大喧嘩。陽気なサウジアラビア人たちが始めた遊びにアラちゃんも参加。